花子の目から見た世界の構図、アメリカ人女性 vs 博多女性、60代70代の部、アメリカ人女性。 You are such a wonderful girl. あなたっていつも素敵ね。いつもやたらと褒めてくれる。博多女性、埼玉出身の花子の母や親戚はみんな博多女性である。花子の母、お宅のご主人いつも手伝ってくれていいわよね、羨ましい。近所の人、そうなんですよね、うちの主人いつも手伝ってくれて、しかも米国株に10年20年前から投資してくれて、頭が良くて蓄えたっぷり持ってくれて本当に助かるわ。花子の母、まあ素敵。帰宅後、あの人スカーン。博多女性は愛嬌はいいが八方美人である。皆さんこんにちは、花子です。最近の短期投資は本当に難しいですが、長期投資は確実に儲かっています。100万円チャレンジはバンクオブアメリカが買収したメリルエッジ証券を使っているのですが、長期投資の一つの口座はフィデリティを使っていて、投資信託やその他の個別株などは JP モーガンを使っています。アメリカでは会社で投資できる 401k があるのですが、会社が使っている証券会社が違うので、転職するたびに証券口座が増えていきました。なので他にもあと2つぐらい持っています。日本に楽天もありますが、楽天は税金が面倒になるので使っていません。今日はアイラの投資に使っているフィデリティの口座を紹介したいと思います。アイラは日本でいうイデコやニーサです。税金対策にもなります。アイラにはトラディショナルアイラとロスアイラがあって、私は両方持っています。そしてその中で個別株を買っています。プレミアムメンバーの方がアメリカ在住で、フィデリティの中での株の買い方を教えてほしいというリクエストをいただきましたので、基本的な使い方なども説明したいと思います。長期投資の口座の明細はあまり公表したくないのですが、その理由としては、資産を移動させたり株を買ったり引き出したりするので、本当の儲けの部分が他人からは分かりづらい。100万円だったら引き出す必要もないし、資産を移動する必要もないので儲けが分かりやすい。あとはよく皆さんにお勧めしていますが、 YouTube で調べたことがある銘柄や、ちょっと後で買おうかなと思っている銘柄は一株だけ買っていたりもします。毎日の株価は株アプリなどでチェックすればいいんですが、やっぱり買った時点からどれぐらい上がったのか下がったのかなどは見づらいので、一株買った方が分かりやすいんですよね。だから株の初心者には一株をいろいろ買って値動きを見た方がいいとアドバイスしています。あとはやっぱりプライバシーの問題もあるので、あまり公に、特に YouTube だと長期投資の全部は見せない方がいいんじゃないかなと思うんですが、今日は長期投資の一部ということで紹介させていただきます。はい、これはフィデリティの私の、口座の一つで、アイラと日本でいうイデコとか、ニーサみたいな国の、ちょっとサポートがある税金対策ができる、トラディショナルアイラとロスアイラっていうのがあって、その中で個別株を、取引してます。個別株は他の、証券会社の口座にも あるんですけど、なので個別株の一部という形なんですが、この口座はちょっと見やすいかなと思って紹介します。今日は7月21日火曜日で、7万ドルぐらい入ってると、これ 3%、3.5% 上がるだけで1日で2521ドル、25万円ぐらい上がるので、まあいいですよね。で、この上がり具合っていうのは全部私が選んだ個別株なので、昨日の S&P とかよりいいですよね、 3.5%。投資信託とかまた別にあるので、これは全く個別株だけのアカウントです。昨日は S&P500 とかいくらでしたっけ。でも 3% とかいってないですよね。だから私の組み合わせはいいということで、それでこれは、ロスアイラの方なんですけど、トラディショナルアイラはまた別のアカウントで、分かれてて、ロスアイラの方は例えば私前から言ってるように、一株だけ買ってずっと見ていたいので、赤字になってるのはだいたい一株だけ様子を見たいとか、
過去に YouTube 動画で分析したので、ちょっとその後どうなったのか見たいとかっていう理由でキープしてます。この中で、真面目に自分がキープしているのは、チポートレはこれであれですよね、12,800ドルで、この上げ方も 190%、 結構いいでしょ、ね、長期投資はいいですよ。約2倍になっているということですね。これ引き出しとかもしてるんで、本当はもっと良かったんですけど、資金を移動させたりもしてるので、こういう感じになってますけど、GE も調べましたよね。バンクオブアメリカはちょっと持ってたのを、銀行系を売ったんですよね。やっぱり私も銀行はそんなに未来がないと思っているし、自分も銀行脱サラしたぐらいなんで、どんどん、私はクビになったことないんですけど、やっぱ同僚とかどんどんクビになってましたからね。オフィス200人いたら100人リストラとか、3校で働いたことあるんですけど、全ての銀行で毎回リストラがあったんですね、アメリカでは。なので、銀行の、私は大丈夫だったんですけど、銀行の将来はそんなにないんじゃないかなっていうので、バンクオブアメリカはメルリリンチと買収して、いいと思うんですけど、銀行株持ってるぐらいだったら他の株買いたいな、特にこれ個別株なので、個別株はちょっとアグレッシブにいきたいなっていうことで、バンクオブアメリカは売りました。でチポートレは食べ物が美味しいっていう、ね、メキシカンファーストフードなんですけど、美味しいという理由で、買ってます。でこう1万2000ドルですけど、よく1万ドル超えたら、その分をたまに引き抜いてちょっとお小遣い使ったりとかたまにします。はい、もうプラス 200% だから、もう利益のある分しか引き落とさないですね。私のポリシーとしては、2倍ぐらいになったものしか引き落とさないんで、だいたい 200% とかになったら引き落とすって感じですね。 GE はこの間調べて、様子見たいから1株だけ買ってる。1株だけじゃない、19株買ってますね。19株買って、安いから7ドルぐらいなんで、やっぱ思った通り今も変わってないですよね。はい。で、ホームディポは、持ってるって感じですよね。3000ドルぐらい。他のところにもあるんですけど、自分は、この口座では3000ドルぐらい、30万円ぐらいしか持ってなくて、アルトリアは一回YouTube 動画で調べたので、ご縁もあるしってことで1株だけ買ってて、これやっぱマイナスになってますけど、ネットフリックスも、私は好きな自分で買いたくて買ってる。オラクルはやっぱりこの間分析したので、そのご縁で1株だけ買って、分析した後 3% ぐらい増えてますね。ペイパルはつい最近買ったけども 20% くらい上がってますよね。で今持ってるのは2600ドルぐらい。レイスヨンはうちの父が働いていた会社で、ちょっと買収とかした後どうなるのかなと思って1株だけ買ってます。これもね、今どんな感じかっていうのを見たいから、その買った時点から何パーセント上がったのかっていうのを私は見たいんですよ。だからそういう理由で、T モバイル、これも、1株だけ様子見ようっていうことで買ってて、これ何？なんで2つ分かれてんの？これなんか分社しました？ちょっと自分で分かってないですけど。で、ウーバーもやっぱり1回調べたので、YouTube 動画で調べたご縁で1株だけ買って、どういうふうになってるのか様子を見ようっていうことなんですけど、これはね、4% 下がってますね。でこっちが、ロスアイラだったかな、ロスアイラの方で、アップルちゃんは私が大好きなのでここにも買ってますけど、でももっとね儲かってたけど引き落とししたんで、今2倍になってるって感じですよね。今6500ドルプラスで12000ドルだ、コストは、ね、6000ドルしかかかってなくて2倍になってるんですよね。でもっとあったんですよ。でアドビーも、50% 上がって、アドビーはね もっと他のところにあります。これは付け加えて買ったやつなんで、50% ぐらい増えてて、3000ドルぐらい。アマゾン見てください、これでもだいぶ引いたんですよ。これあと他のところにもアマゾン付け加えてあるんですけど、 346% アップ、3倍ぐらいですね。今持ってるのは1万2000ドルだけど、1万2000ドルのうち2000ドルぐらい払ってるうちの儲けが9900ドル、これだいぶ儲かってますよね、アマゾンね。だからアマゾン好きなんですよね。で、このコンソリデイテッ
コミュニケーションっていうのを私は分析一回して、これ結構 14% でいいんですけど、去年分析して、で、ちょっとね、買ってたんですけど、1000ドル分ぐらいは。だけど、なんかあんまり上下が激しくて安定してないから、もうやっぱり1個だけでいいやと思って、他の売っちゃったんですけど、まあ、20% ぐらい増えてますよね。で、Google さんも、まあ、他の株でも持ってます。これ全部じゃないんですけど、この口座では 100% 上がってて、12,000ドル、ね、2倍ぐらいになってますよね。6,000ドル払って6,000ドル儲かって、合計12,000ドル、120万円。コカ・コーラはまあありがちの1個だけ買って、まあ、株の様子を見たいということで、まあ、アメリカ代表する昔からの伝統的な会社なので、買いたいということで、コカ・コーラも1つだけ買ってて、でマクドナルドも、まあ、伝統的な会社なので取っておきたいということで、まあ、両方とも、これどれぐらい持ってるの、結構長い間持ってますけどマイナスになってますよね。こんなマイナス 10% とかだったら、いくら配当金が入ってもね、10% 出てないでしょ。だから損ですよね。で、マイクロソフトですけど、マイクロソフト実は調べたことがなくて、でもちょっと早く買わないとと思って2ヶ月前ぐらいに買ったんですよね。これね、10万円ぐらいで、まあ2ヶ月ちょっとで 15% 上がってるから、まあまあいいですよね。で、テスラも2ヶ月前に買って、テスラもね、 100% 上がってますよね。2倍になってますね。2ヶ月前5月ぐらいに800ドルで買って、今1600ドル儲かってますよね。これ一株だけなんですよね。だからでもやっぱりテスラっていうのはリスクが高い会社なので、大きい金額をかけるのはちょっとリスク高かったですからね。今上がってるからいいものの、やっぱり私の場合はテスラ買ったのはもう損してもいいっていう感じで買ったので、やっぱりイーロン・マスクがみんな好きだし、私も好きなんですよね。だからイーロン・マスクを応援したいという気持ち、アメリカを代表するような夢のある会社という位置づけになっているので、私もアメリカ国籍なので、応援したいという気持ちで一株買ったんですが、これを買って当たってる人がすごくいいと褒められるわけでもないですよね。なぜかというと、やっぱりリスクが高い部類に入るものなので、そういうリスクが高いものに、例えば1000万円とか、1000万円しか持ってない人が1000万円かけたら損する可能性もあって、でそういう人はそういう行動パターンを他の株に対してもするわけなので、それが褒められることかどうかって言ったら分かんないですね。確率的に言うと人生をダメにするタイプにということになるので、テスラみたいなパターンは自分の保有株の中の、まあ、5% 以内に留めた方がいいという株ですよね。確かに当たったら後ですごいねって言われるけど、そうじゃない未来もあるわけなので、そうじゃない未来も考えるのがリスクマネジメントですね。ということで、このロスアイラの方は126%、まあ、2倍になってるということでね、トラディショナルアイラの口座の方は 80% ぐらい上がってるので、まあ、トータルで、まあ、平均2倍になってるということです。私のプラス 100% っていうことです。長期投資ね、やっぱり力あるでしょ。短期投資よりも長期投資を私はおすすめしています。100万円で6ヶ月チャレンジ動画シリーズは、皆さんに短期の危なさを知ってもらいたいという感じで始めているので、まあ、ギャンブル的な形でやってます。長期はもう本当全然違います。会社を分析して、その会社を信じて、コロナみたいなことがあっても、その会社を売らずに、それで、後で上がる。例えば考えて方としては、まあ、30% 上がる。でもいつか 20% の暴落が来る。儲けは 10% あるということで、10% 儲けは想定通りみたいな、そういう余裕を持った投資をお勧めしてます。それでは次に実際に、フィデリティで、株を買う方法を説明したいと思います。まあ100万円のチャレンジの方のメリル H の方も、まあ、同じですけど、まあ、普通にトレードをして、じゃあ50ドルぐらいあるので、まあ、こういうのは配当金とかにちょこちょこ入ってくるんですけど、もう本当配当金なんてね、もう本当に当てにならないので、配当金生活を目指すとか言いますけど、1億円以上ないと配当金生活は無理なので、1億円あったとしてもよく考えてみたら分かりますよね。で1億円持ってて
全部の銘柄が 5% の配当をするとして、で、500万円の配当金目指すっていう人たまに見かけるんですけど、いや無理ですから。なぜかというと、1億円運用資産があるとして、全部が 5% だったら500万円ですけど、配当する会社っていうのは株価が上がらないよっていう意味で配当しているわけで、その分をこれで補ってください的な感じなので、まあ、さっきのマクドナルドとか、コカ・コーラみたいに株価が逆に下がる可能性も結構あるんですよね。どんなに頑張ってもエリート企業なのに、成長企業ではないっていうことで株価が下がる可能性もあるし、まあ、なんなら株価が上がるんだったら配当しなくたっていいわけですから、配当しているという意味は私は株価が上がらないよっていうことで言ってると思うんですけど、まあ、大体そんな上がらないですよね。アマゾンとかグーグルみたいには配当 5% してるところって上がらないです。ということは1億持ってても全部その配当するものにかけたとしても500万円になったとしても株価が下がったらどうなります？もっと大打撃ですよね。ということはプラマイゼロ。どっちにしても1億円持ってても株価が下がる可能性もあるし、なんならもうあんまり上がらない株なので、こう考えると500万円の配当金生活は無理ですから、まず1億円持ってないと。1億円持ってたとしても 5% 全部配当する会社を選んで、でも株価が下がる可能性もたっぷりある。考えてみてください。配当金は狙えません。それでは配当金がちょっと入っていて、配当金の話がちょっと脱線しましたが、配当金53ドルぐらいので何か買ってみましょうか。何があります？これしてみましょうか。困ったさんが結構前にリクエストしてくれて、まだ分析が終わってないので、社内の意味も込めてこれちょっと買ってみましょうか。はい、PGNY。困ったさんすいませんね、分析が遅れて。100万円チャレンジしたからちょっといろいろと順番が変わってしまいました。ちょっと隠さないといけないので、じゃあこれ PGNY buy 1個しか買えないのかな、2個買えないっけ。ミルレージと同じですけど、リミットオーダーっていうのはその金額になったら買いますよっていうことで、時間外取引もできるんですよね。時間外取引は、ニューヨークが開ける2時間前とあと4時半に終わってその8時までできるんですよね。でリミットにしておくとその金額が合えば時間外取引ができるっていうことらしいんですけど、じゃあリミットオーダーにして、まあ、マーケットだったらマーケットの、ね、開いた時間金額かな、今が 26.10 なので 26.10 だけど、違う、26ドルにしとこう。実際の今言ってる金額より低くするのがリミットだから26ドルで、タイムインフォースはデイ、はい、デイだったらこのタイムインフォース、その日のうちに、26ドルになったら売られるけど、もしこれが27ドルのまま止まって26ドルまで安くならなかったら、デイにしていたらもうそれで取引は取り消し。でもこれがグッドアンティルキャンセルだったら半年まではそのね、26ドルになるまで待ってくれるんですよね。アラートだから別にいいですけど、まあ、こういうふうに、リミットオーダーで、今乗ってる金額よりも安く入れてその金額になったら買われるっていうことですね。はい、ということで、これ This order is to buy two shares of PGNY with a limit order good down to cancel at $26. This order will expire on January 15, 2021 at 4 p.m.ということで6ヶ月までは待ってくれるんですね。あとで変えたければ金額変えてもいいんですけど、じゃとりあえずプレイスオーダーで。次に売り方なんですけど、売り方は、まあ、さっきと同じように、で次に売るとき、売るときというとアイラですよね。アイラって言ったらペナルティがつきますよね。一応年金対策でやるものなので、ただ今年はコロナの関係で、私一回読んだんでちょっともう一回確かめてほしいんですけど、今年に限ってはアイラを引き落としをしてもペナルティがつかないっていうことを聞きました。あとはロスアイラは先に税金払っちゃってるんで後で税金払う必要ないですよね。でトラディショナルアイラは、先に税金払ってないので後で払う必要があるということで、私がおすすめするのは例えば、まあ、フェデラルとステイツのタックスがありますよね。
なのでトラディショナルアイラーにする場合は、まあ、両方とも 15% ぐらいタックスしとけば、後で引き落としが足りなかったって請求されるってことが少ないと思うので、まあ、その人の、ね、収入とか状況、家族の人数とか、家を買ってるか買ってないかとかによってアメリカの税金変わってくるので、ちょっと私税金は弱いところなんですけど、あれですよね、後で戻ってきた方がいいから、トラディショナルアイラーの場合は、15%、15%、ステイト 15%、フェデラル 15% とかにして 30% ぐらい払ってた方がいいんじゃないかなっていう個人的な意見です。あとは会計士さんとかに聞いてください。ロスアイラーの場合は、払わなくていいので、でペナルティも今年中はないと思うので、まあ、その辺もちょっと自分で調べてください。トランスファーになって、 Which account do you want to move money from? で、まあ、これの中で選んで、キャッシュアベイラブルとウィズドローの分しか引き落としはできないので、先に株を売ってそのキャッシュアベイラブルウィズドローのお金を上げておかないといけないんですね。株をまず売る、そのセトルするのにまた1日2日かかるので、ちょっと待たないといけないですよね。だからお金が急に必要になる場合とかあるんだったら早めにやった方がいいですね。1日ですぐに引き落としできるわけじゃないので、まず株を売って、その株が売られたらセトルして、その手続きがあるんで、その手続きがあって、それがキャッシュアベラブルウィズドローまで行ったら、それをまたこの画面で引き落としの手続きをして、まあ、これがまた2日ぐらいかかるので、銀行と証券会社とのやり取りで、なので1週間ぐらい見積もってた方がいいですね。お金が必要な時は証券口座から引く時っていうのは1週間ぐらい見積もってた方が、安全です。で、この中でバンクをリンクさせるんですね。 Banks linked for EFT、 トランスファーにリンクしないといけないので、もしリンクされてなかったら、リンクしないといけないんですが、私の場合バンクオブアメリカと JP モーガンチェイス、まあ、どっちか選べますよね。このデリバリータイム1、2、3ビジネスデイズって書いてますよね。で、例えば、まあ、今52ドルしかないんで、まあ、50ドルとか入れたりとかして、まあ、今52ドルしかないんで50ドルとか入れてみますね。で、そしたら Next select how much you withdraw for taxes ということで、withdraw amount、まあ、これ50ドルってありえないですけど、例えばね、5000ドルとか5万ドルとか、書いてあって、でその後 Choose your federal tax withholding っていうのがあるので、ここ書いてあるのが You generally don't have to pay federal taxes on Roth IRA distributions, but you can choose to withhold a percentage、普通は払わなくていいんですよっていうことで、まあ、0% がデフォルトになってて、これトラディショナル IRA だったら 15% ぐらいにした方がいいと思います。 Choose your tax state tax withholding、 上がフェデラル、下がフェデラルって連邦タックスで、連邦税、下がステートタックス、州税ですね。なんでロスアイラの場合は 0% で、こういう感じにできますよね。だから覚えておくのは、トラディショナルアイラの引き落としをするときは、まあ、15% ぐらいにした方がいいんじゃないかなって私は思います。後からまた払わないといけないとか大変なので、ということで、まあ、それぞれ人それぞれによってタックス税率も違ってくるので、これは難しいところなんですが、まあ、30% ぐらい合計しとけば変なことにはならないんじゃないかなと思います。はい、どうでしたか。私のチャンネルは結構アメリカに住んでいる方が見てくれているので、アメリカに住んでいると、まあ、フィデリティは結構有名な証券会社なので、今回のことが参考になると嬉しいです。それではさようなら。英語の決算書を読めるように勉強している7月から始まったプレミアムメンバー2期にご興味のある方は下のリンクをクリックしてください。また高校生でもわかる米国株英語訳付き、 Amazon 日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スペインと無駄に6カ国で発売中。これは Amazon アメリカで出版してるんですが、Amazon アメリカはペーパーバッグが出版できるので、6カ国で発売もできてるんですが、英語訳付きで、アメリカ人の方が私の英語をちゃんと自然な英語に直してくれているので、英語の勉強にもなると思います。前回英検準1級を受けたんですが、これは結構英検準1級にも使える単語が入っていると思います。まあ、普通の本屋で売っている本よりはちょっとチャッチめなところ、なんか見た目というか
こういうねカバーがついてないっていうところもあるんですけど、内容的にはちゃんとしているので、勉強になると思います。で、分かりやすく説明しています。私のチャンネルを見ていただいている方やプレミアムメンバーは結構海外に住んでいる日本人の方が多いんですけど、何がいいかというと、Amazon、アメリカ、イギリス、フランス、スペイン、ドイツ、で売っているので、注文して数日でお家に届くので、便利です。これで米国株の基本的な投資戦略を練ってみてください。上級者向けではないです。それではさようなら。